この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りします。今回のブンブンミエは美浜町にやってきました。美浜町は年中みかんの取れる町として有名な町。今美浜町では都市部からみかん農家になる移住者が増加中なんだ。宮部さんが美浜町を移住先に選んだのはどうしてですか？と本当にインターネットを見させていただいて、三重県美浜町に出会って、で人の良さ本当にちょっと改めて良かったので、それに惹かれて美浜町に決めました。今研修期間中だと聞きましたが、周りのフォローはあるんですか？今フォローアップは本当に役場から今の研修先オレンジアグリ農協さんなんですけど、そこには本当にお世話になってて、何を聞いても本当にいろんなことを返ってくるというか教えていただけるので、そこはもう本当に問題なく安心して移住してるんですけど。収入面での不安はありませんでしたか？インターネットの方で見て、一人の農家で何単やってるっていう、でその年間の収入所得がどれぐらいっていうのを見させていただいて、私が見てる中ではその美浜町の柑橘でやってるのが一番その所得が多くて、で実際に聞いてもこれぐらい本当にありますよっていうのを聞いたので、じゃあ安心してじゃあこの美浜町で柑橘やってみようというふうに思いました。実際に住んでみて美浜町の印象は？本当に海がもう一番は海が綺麗で自然豊かで、で少し行けばみかん畑オレンジロードって言うんですけど、そこもすごく綺麗で見応えがあるので自分は気に入ってます。美浜町では一人でもできるみかん農家モデルを提案しています。詳しくは美浜町役場農林水産課へお問い合わせください。続いてはハイウェイインフォメーションです。ネクスコ中日本が管理する伊勢自動車道は、三重県亀山市から伊勢市に至る全長 68.8km の高速道路で、今年の3月29日で全線開通から30年になりました。伊勢自動車道は安全で安心快適な高速道路として、これからも地域の発展に大きく関わっていきます。この番組は高速道路の安全を守る中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋の提供でお送りしました。